広島電鉄5000系電車、広島電鉄5000系電車、広島電鉄5000型電車とは、広島電鉄の路面電車である。アルミニウム合金製の車体を持つ、5車体6軸の間接式連接車で、100% 低床車。1999年、平成11年から2002年、平成14年にかけて、ドイツのシーメンス社、シーメンス交通システム社で5001から5012の12編成が製造された。愛称は、グリーンムーバー、シーメンスにおける商品名は、コミューバイの広島である。日本では、熊本市交通局9700系電車に次ぐ、2例目の 100% 低床電車で、シーメンスコンビーノシリーズの一つである。日本での受け入れ整備は、アルナ工期で実施されたため、書類上は、シーメンスとアルナ工期、アルナ車両の共同製造になっている。広電宮島口側から順番に、A、C、E、D、B の各社で構成される。A、B 社に動力台車、E 社に付随台車があり、C、D 社には車輪がない浮き車体になっている。各車間は関節で結ばれている。なお、編成の長さが軌道運転規則で定められた30メートル以内に収まらないため運輸省、現国土交通省の特認を受けている。車体の外観はオリジナルのコンビーノをベースに日本でデザインした全面を組み合わせた。塗装デザインは江久安健二が担当した。客用窓は固定式、客用扉はプラグ式で左側面は A、C、D 車に右側面は C、D、B 車に設けられている。なお、前面及びライト下のスカートは取り外し可能で、中に非常時に他の車両と連結するための連結棒がある。車内はステップがないため広く感じられる。また、窓が大きいため眺望が良く、昼間は大変明るい。釣り広告を含め広告枠が一切なく、これは当時としては異例であった。座席は、A 車と B 車と E 車はタイヤハウス上にクロスシートが設置され、C 車と D 車についてはバケットタイプのロングシートが設置されている。初期車の座席が従来車に比べて硬く評判が良くなかったことから、5005以降は座席が比較的柔らかいものになり、それ以前の車両についても順次交換された。広島電鉄で初めて、車内に次の停車駅等の案内表示機がついた。連結部上部に1行分の LED パネルが設置されている。冷房装置は AB 車に運転室用、能力 3700kcal、H と CD 車に客室用、同 26550kcal、H を搭載しているが、パンタグラフはシングルアーム式を CD 車に搭載している。制御装置は、ポマグット、VVVF インバータ制御方式を採用。屋上に搭載したトラクションコンテナに内蔵されている。制動装置は、回生ブレーキ優先発電ブレーキを常用するほか、非常用として、電磁吸着式のトラックブレーキを備えているのが特徴である。バリアフリー化推進功労者表彰、内閣官房長官賞を受賞している。市内線。宮島線直通用として、乗降の利便性を図るためあたり車が投入された。第一編成は製造時期と補助金の申請期限の関係、さらに話題作りのために、ドイツハーン空港からボルガドニエプル航空の大型輸送機An-124に乗せられ、1999年3月13日に広島空港へ空輸された。その後、車両は、広島空港から広島市中区江波にある江波車庫に搬入され、組み立てられた。なお、第2編成以降はドイツから船で送られている。同年4月から試運転を開始。この時は車体全体をダークグレーのフィルムで覆っていた。そして6月9日、広電宮島駅、現在の広電宮、島口駅発の記念列車から運行を開始した。以降、2002年までに12編成が投入され、市内線系統でも使用されるようになった。全車にスリップ防止のための砂巻き装置が1900型と共に設置されている。しかし、日本の風土と合わない部分があること、車両価格や部品調達コストが高額なこと、部品調達に時間がかかりすぎることなどが問題となった。そのため、2002年で増備は打ち切られ、国内メーカーとの共同開発による5100型へ移行した。なお、2004年3月12日にメーカー側がコンビーノシリーズのリコールを発表した。内容は、屋上の連結装置取り付け部の強度不足が原因で、周辺の構え体に細かい亀裂が入るというものである。放置すれば、衝突事故などで屋根部が落下する危険があるとされる。5000型も全社が対象で、2007年以降、オーストリアのシーメンス関連工場に送り込まれた。当形式は前述の通り部品を調達することが困難であるため、5007号が2009年以降旧車扱いとなり、部品取りとして確保してある。2015年現在、5001号から5011号は2号線専用運用、5012号は1号線専用運用となっている。5012号は5101号の嵐車庫転属に伴い、千田車庫に転属された。5007号は旧車状態。2号線運用車は、朝ラッシュのみ宮島口方面神谷町西市、役所前広電本社前までの運用とその折り返しとして3号線の運用に就くことがある。毎年7月末に行われる広島港夢花火大会では臨時便として宇品線の海岸通からの区間運用に就くことがある。特記がある場合を除き、2016年12月、現在の状態を示す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。